はい、今回の動画は Windows 11のスタートメニューのアプリのアイコンをフォルダー管理する方法をご紹介します。で、Windows 11のこのスタートメニューのね、このアプリのアイコンですけども、現在の Windows 11ではスマートフォンのアプリのねアイコンとね同じような要領でフォルダー管理ができるようになりました。それでは早速やってみたいと思うんですけども、じゃあ例えばですけども、このアプリとですね、このアプリのアイコンをねまとめて一つのフォルダで管理をしたいといった場合は、まあ、どちらかのですねアイコンのアプリの上にマウスのポインターを持っていってもらって、そのねもう一つの方のですねアプリのアイコンの上にねマウスでドラッグをしてください。はい、そうするとね、こういった形でフォルダーということでまとめられて、まあ、この中のアプリをですね、使いたい場合はですね、このフォルダーのところをクリックをすると、まあ、ここからですね、アプリを起動することができますし、で、あとこの上の名前の編集というところをクリックをしてもらうとですね、このフォルダーに名前を付けることができますんで、まあ、ご自身で分かりやすい名前を付けることによってですね、こういった形でですね、フォルダーに名前を付けてですね、アプリを管理をすることができます。なのでスマートフォンの画面なんかでもそうなんですけども、この Windows 11のスタートメニューのね、ここのね一番最初の画面のところに表示される数っていうのはどうしても決まってしまいますんで、頻繁に使うようなねアプリがたくさんある場合はですね、このフォルダの管理ですね、こちらもうまく使ってですね、このアプリのアイコンを管理してもらえるといいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。